カブラキマコトから1919 19年4月9日は、日本の大日本帝国海軍軍人。海軍少将、14位、軍参等。医師、カブラキゲイツの次男として1857年に、カズサ国イスミ軍に生まれる。明治4年3月に、慶応義塾に入学し、三つくりかきちらと勉学に励む。後、海軍兵学校へ転ずる。兵学校卒業後、 小尉候補生を経て1886年に退位。千島海港事務取扱委員に抜擢され、軍艦千島委員長として、イギリスに派遣される。貴重の際、愛媛県五五島沖にて、イギリス、防車の機船と衝突し、船が沈没するが難を逃れる。第四水雷停隊として、日清戦争で功を挙げる。その後軍令部第一局東京防御。 総督部参謀に干せられ、在イ,イタリア公使館付部官、後に、イギリス公使館付部官、転じて大佐に進む。この時、伊藤助幸軍令部長に宛てた5月9日付電報によれば、か木は、イギリスの潜水艇の実地見分を行い、その上で彼は、潜水艇を、山師的なもので実戦に使用するなど到底できない、と切り捨てている。日露戦争時には、 中英公使官付部官で、戦後、海軍少将に抜擢される。語学に引い出ており、イギリス、フランス、イタリアとの外交でも引い出たものがあった。この時、市である、福沢諭吉から勝利を祝う書簡を受け取っている。その後、高順社での戦勝祝賀会に参加。泉官長、陳炎官長、佐世保水来団長、クレコ勤務部長兼クレ予備幹部長、 クレス依頼団長、サセボス依頼団長を経て、予備役。1914年3月1日に、抗備役となる。1918年8月20日に退役した。ありがとうございます。